私、やっぱりから簡単に趣旨説明をさせていただきたいと思います。私たちの研究会、10周年ということなんですけれども、第1回の研究会は、今から遡って10年前の2011年2月26日に行いました。東日本大震災の直前という、記憶に残る年でした。この時はですね、まだ、海外日本語教育学会準備会というふうに称しておりまして、この場でも代表の佐久間が本会の趣旨説明を行いました。当時の研究会のお知らせメール、この写真はその第1回をやった、成人女子大の教室ですね。で、この時にですね、第1回のお知らせをするメールの中で、準備会立ち上げの趣旨として、このように私たちは書いています。で、この時の準備会の発起人は、現在も残っているこの5名と、小林、佐久間、三原、矢部、吉田の5名と他3名、8名が発起人となってスタートしています。他の3名は今は会からはちょっと会の活動からは離れていますが、いずれも、JICA の青年海外協力隊と何らかの関わりのあるメンバーでした。で、当時、青年海外協力隊、皆さんご存知の方、ここにお集まりの中の方はご存知の方多いと思うんですけれども、海外の日本語教育活動を、担う日本人教師の一大勢力であったと思います。で、ただ、この図を見ていただいて分かるように、ここが2011年ですね。すでにこの時ですね、応募者数が激減していた時期でした。で、協力隊には限らないと思いますけれども、多くの日本人教師たちが海外で、さまざまな工夫をしながら、現地の教師とともに日本語教育の実践に力を注いでいる。それにもかかわらず、そうした活動が広く知られていないということを、当時の私たちはもどかしく思っていました。先ほどもお見せした趣旨なんですけれども、ここで、それぞれ、会員一人一人の海外での日本語教育経験をもとに、それぞれの専門領域および関心ありかから貴重な経験を埋もれさせないために再構成し記録しようと考えたと書かれていますけれども、この準備会立ち上げの趣旨にこう書いたのは、こういった背景が一つあります。で、またこの準備会の発足後間もなくですね、2013年12月に、海外における日本語の普及促進に関する有識者懇談会最終報告書というのが出されました。この頃、中国の孔子学院が、世界各地で存在感を高めていた頃ですね、高めていた時期です。で、戦後、海外における日本語教育というのは、現地支援ということが基本姿勢としてあったと思いますけれども、この報告書では、外交的あるいは政策的な観点から、普及振興へということが非常に前面に出されたものでした。代表の会長の佐久間さんも、いろんなところで確か言及していたと思います。で、こういったものを受けて、その後、私たちは、本学会の趣旨というのを改めて検討して、2015年にこのような趣旨書をホームページに掲載しました。たったこれだけの文章なんですけれども、世話人の間で、さまざまな意見があり、掲載に至るまでには、相当議論したということを覚えています。で、ここでは、先ほどの
記録発信ということに加えて、海外日本語教育学会は各国や地域の歴史に根ざした多様な言語文化及び価値観を尊重するとか、まあ、先ほど新井さんも言っていたような平和な国際社会の構築につながる日本語教育を追求し学び合うというような文言を入れていますけれども、まあ、この背景には先ほどのような、日本語教育、海外における日本語教育の保守的な変換っていうのを私たちが、まあまあ、危機とまではいきませんけれども意識を感じたということもあります。で、2010年たった2021年3月現在ですけれども、世話人は現在当時の来年度から変わりますけど、世話人15名、会員は67名ということで、それから第一部参加してくださった方は、報告の通りですけれども、研究会を年3回、学会誌を年2回発行して、発信はそれなりに行っているんですけれども、まあ、会員数67名ということは、まだまだ、私たちの力が不足している、呼んでいないということを感じています。で、今日はですね、まあ、これからを考えるためにということで、会長の佐久間さんと副会長の小林さんに、それぞれ、ここに書かれてあるテーマでお話をいただき、まあ、私たち自身もこれからの日本語教育あるいは、この学会の、まあ、立ち位置というのを改めて考えていきたいというふうに思っています。それでは、最初に小林さんの方からよろしくお願いします。あ、一応僕司会ちょっとごめんなさい、すいません私が仕切っちゃいました、申し訳ありません。じゃあここで私は共有を停止いたします。はい、一応あの司会ってホームページに書いてあったので、簡単に司会をさせていただきます。新井と申します。まあ私自身がですね、この海外日本語教育学会にすごく思い出があるっていうのも、私が大学院に入ったのが2011年で入学の時で、ちょうど海外日本語教育学会が始まるっていう噂を聞きつけて、でそれとともに結局博士論文を書くまでずっと付き合っていたという、なんか自分自身海外日本語教育学会の申し子みたいな気持ちでいるんですけど、ちょっと長くなるとあれなんですけど、まあ、そういった意味ですごく特徴がある学会です。まず注意なんですけど、皆さんここの学会では、さん付けをしないといけないと。海外日本語教育学会では私自身佐久間さんと呼ば、先生なんですけどさんと呼ばないといけないので、佐久間さん、小林さんと、呼ぶように皆さんしてはい。で所属というものを普通の学会は何々大学とか何々なんとかっていうのを言うんですけど、ここは言わないというルールになってますので、所属を言わずに、皆さんあんまり関係ないと、所属とかを、はい、所属とか背景は度外視して、まあ、やるというルールになってますので、皆さんご注意ください。すいません、ちょっと長くなっちゃいましたけど、それでは小林さんの発表を20分から30分ぐらいということで、お願いします。はい、どうも皆さんご無沙汰しています、小林です。陰謀にかけられてですね、今日何か話をしようとそれも私の日本語教育の原点を振り返ってなんていう大げさなタイトルでどうしたらいいのかということで本当に悩んでました。まあ、とりあえず20分時間をいただいているということなんで、20分でお話できるようなことをいろいろ考えました。でなんとか20分で収めようと思います。じゃあ早速始めますが、日本語の原点ということで思い出されたのはやはり思い出させられたのはというか自然に覚
浮かんできたのはやっぱり木村宗男先生のことです。で、時間があんまりないので、話してるともう いつまでもあちこち飛びして時間が足りなくなりますから、原稿を読ませていただきます。でとりあえず原稿をバーッと読んでいきますのでよろしくお願いします。木村先生の面影を思い出すと、さまざまに木村先生にお世話になっておりながら、ことごとくそのご期待に沿えずに来たことに非常に後悔と懺悔の念を未だに抱いています。木村先生は戦前フィリピンに日本語教育をし、日本語教師として赴任されました。で、侵略日本語、仮にそう言わせてもらいます、侵略日本語、大東亜共栄圏の共通語ですね、それの普及に行ったわけです。で、台湾、韓国では大東亜共栄圏の共通語ということではなくて、国語と日本と同じように、日本人化しようということで国語ということを台湾、韓国では当時使っておりました。その普及に、木村先生は行かれました。戦後その反省のもとに、あるべき日本語教育の実現に奔走された、そのご苦労を目の当たりにしました。それに引き換え、私は中国へ行きたいばかりに日本語教育を始めようという、つまり将来国交が回復したら日本語教師が必要になるだろうと、それを見越して、日本語をの教授法を教わろうということで、木村先生のところに訪ねました。先生、聞こえないです。聞こえない、聞こえました、なんか今ミュートになってました。そう、木村先生、中国に先生が行こうと思ったというあたりからちょっと、はい、わかりました。読み直していただいてよろしいでしょうか。何年だっけ、1966年に大学、文学部に入って、なんとか中国に行く手はないかというふうに考えて、だから早稲田大学 その語学教育研究所に日本語教師養成講座ができるという噂を聞いてですね、これはここで勉強してぜひ中国に日本語を教えに行こう、でそのために日本語を始めようという非常に不心得な動機で日本語に触れました。で、語研を訪ねて、日本語科の事務所から行って先生を紹介されて、で、お会いしたのが木村宗男先生でした。で、木村宗男先生はにこやかに迎えてくださって、いろいろお話ししてくださったんですが、まるでその探検隊の隊長みたいな人で、一目で私は気に入りました。で、ところがその新しいその日本語教授法の講義が始まるので、さぞかしこう時代に沿っていたので、たくさん の受講生がいるに違いないと思って行ったんですが、実際に1回目 の開講式に行ってみると6人しかいないんですね。あ、7人だったかな。で、その後授業が始まったんですが、だいたい5人ぐらいしか集まらない。時には3人とか2人とか、場合によっては先生と私と一人ずつというふうなことで、授業というよりもそういう時はもうほとんどお話、おしゃべりをずっとしてました。で、木村先生についてちょっとお話します。これが、聞こえますか？聞こえてる？聞こえてます。大丈夫です。はい。その日本語教授法の講座が語研にできたのは1967年だと思います。確か入学して翌年だったと思いますね。
で、またその次行きましょう。でそこで木村先生はご自分の日本語教育 の経歴をお話になりました。ちょっと文章を読みます。木村先生はフィリピン派遣前は高校英語教師をなさっており、これ都立高校、都立の工業高校だったと思います。英語の先生を教師をやっていられました。確か早稲田の英文文学部の英文科だったと思います。卒業なさいました。で戦時の緊迫に伴い英語教育への風当たりが強くなり、海外もう英語の教育を英語教師をやる自信がなくなったんですね。それで海外に日本語を教えに行こうという道を選ばれました。これは文部省がアジアに日本語教師を派遣するというプログラムを作って、そこに応募されたそうです。で、マニラ市役所などで教えるということ、まあ、マニラ市主にマニラ市役所に配属になったようです。でそのフィリピンに行ってからなんですが、敗戦間際には米軍の空爆が激しくなり、街中で空襲に出会われて、防空壕に逃げ込んだところ、日頃は愛想のいいフィリピン人に敵国日本人は入れないと冷たく言われ、防空壕から追い出されました。途方に暮れて、先生は途方に暮れているところへ、中から若者が飛び出し、先生の手を引いて別の防空壕に案内されました。でよく見ると、その青年は教え子だったそうです。激しい空爆に幸い命を救われたとのことでしたが、手を引っ張って防空壕に案内してくれたそのフィリピン人は、憎むべき日本人を救い出すなんていうことをしたので、まあ、同国人に相当睨まれたんじゃないかと思います。まあ、同胞にも憎まれるかもしれない、そういう危険を冒してもそれを顧みずに救ってくれたその教え子に言い知れぬ感謝の念を抱いたそうです。どういう感謝なのかっていうのが問題だと思いますね。で本心では侵略者として憎まれているはずの自分を救ってくれたことに自分の立場を痛感するとともに言い知れぬ感謝と後悔の念を抱いたとのことでした。木村先生の日本語教育に対する原点というのはその辺にあったんじゃないかというふうに感じております。その木村先生が日本語教育学会をお作りになるわけですけれども、その時頃の話をします。木村先生は長いこと日本語教育学会副会長をなさっておられましたが、その立ち上げの頃から学生としてお手伝いをさせていただく機会がありました。戦後経済的にも安定し始め、国際化が叫ばれ、留学生招聘や環境整備などに予算も割かれて、日本語教育学会発足の当初は虎ノ門会館の大ホールに外国語、文学、歴史、政治、経済、その他理系も含めて多くの領域の学者や指導者、文部省、外務省の官僚も含めて大盛況で様々な議論が行われました。予算と陣取り合戦及びポスト争いの怖さを垣間見ました。日本教育がどうあるべきかの議論は戦前の侵略日本語教育の評価なしにはありえないはずですが、そのような議論がまともにされた記憶は残念ながらありませんでした。まあ、どこかで密かにやられていたのかもしれませんが、こうした中で日本教育学会の存在意義とその進路をぶれずに守ろうとなさっていた木村先生を思い出します。今回の作画
佐久間会長はその頃から国際交流基金の職員として活躍されておりました。ついでに言うと会計担当 の今お話になった矢部さんともその頃だったんですね。でそういうことで日本語を始めたんですが、先へ行きます。中学校でと書いてありますが、日中国交も回復、1972年9月です。国交も回復し、中国に行きたかったのですが、家庭の事情で就職せねばならず、卒業後すぐに中学校の国語教師になりました。1974年です。赴任校は川崎市の朝鮮韓国人多住地域にあり、各クラスに 4、5名の在日がおりました。家庭調査票を見ると、多くが日本名を名乗っており、平気で日本人と一緒に朝鮮人帰れなどと差別発言をしておりました。密かに呼んで、このままでいいのかなどと尋ね、本名宣言をする気はないかと説得を試みました。もちろん嫌がって逃げられましたが、数ヶ月後にやってみると言ってきました。近所の学校にも本名宣言をした生徒が何人かおり、本名宣言というのは朝鮮人である自分の名前を名乗るということです。本名宣言をした生徒が何人かおり、影響を受けたようでした。短くも素晴らしい宣言で、今まで朝鮮人、韓国人と馬鹿にしてきましたが、僕も韓国人なので、これからは馬鹿にしませんと述べました。教室は静まり返り、以後、差別用語は激減し、歴史も学ぶようになりました。本名宣言は簡単にはしてくれませんが、その効果は絶対的で、この上ない日本人教育です。日本語教育の根幹にも関わることで感銘を受けました。翌年、別の生徒に本名宣言を勧めたところ、父母から呼び出しを受け、重荷の会、これは在日の母親の会です。重荷の会で、お母さんたちに取り囲まれてですね、日本国籍がなければ国立大学を受験できないことを先生は知っているのかと、本名宣言の勧誘をやめるよう抗議を受けました。外国人差別をなくす上で、本名宣言の役割の重要性を一生懸命私は述べて、お母さんたちと論争をしたんですが、後に本名で受験できるよう、大学受験ができるようにする運動を協力して行うことで、重荷の会とは合意ができました。で、そのことがきっかけで、その重荷の会から強制連行で戦前朝鮮からなどから連れてこられた在日の老人や家族たちの多くが未だに読み聞きができないで、八百屋で例えば大根なんていう看板があってもそれが読めないので、手を指さしてこれを買っていくというふうなことをやっていたようです。それでそういう買い物などでも非常に困っていると、で読み書きを教えてやってほしいんだということを重荷の会からお願いされました。その依頼を受けて識字教育をお手伝いすることになりました。これこそまさに日本語教育そのものでした。文字を覚え、作文がだんだん書けるようになりました。その作文はどれも涙なしでは読めないものばかりでした。日本語教育の需要は実に多くの場所にあり、教えることで学べることの非常に多いこと、教師側が、日本人側が学ぶことができることが非常に多いことを痛感させられました。これからまた別の話になるんですが、また赴任3年目だったかな、2年目に今度は、日中国交正常化が1972年に始まったわけですが、正常化後に中国の残留婦人などが
中国の残留婦人たち、などが日本への帰国が相次ぎました。その子どもたち、その子女が3年生に編入学しました。日本語がよくできないので学齢を3年下げて18歳で中学3年時に入学しました。イネヌエの異年齢の学年に入ることは弊害が多いので現在は廃止されています。でも当時は 3年下の学年に入れたんですね。で、まあ、その子は性格が穏やかで聡明な女子だったので多くの先生に愛され、学友たちの支援も厚く、卒業間際、卒業後近所の百貨店に就職し、定時制高校に進学しました。翌年弟がやはり学齢3年遅れで1年生に入学し、私が担任しましたが、すぐに体が大きくなり始め、外見からも3年の年齢差が顕著になってきました。言葉の障害から数学英語などで困難が生じて、教師に反抗するようになり、それを同級生が支援し、その中国人の生徒を支援するんですね。で、学内、クラス内だけじゃなくて、学内に一大勢力を作りました。で、それは、学内だけじゃなくて、近所の学校にも波及して、まあ、近所の学校を締めに行くわけですね。番長として。で、近所の学校を暴力的に支配するようにもなり、他校にちょっかいを出して、毎晩のように警察から身柄引き取りを依頼されるようになりました。まあ、ほとんど毎晩警察に言われましたね。で、校内でも私の言うことしか聞かないで、苦情が絶えませんでした。しかし、根が明るく、正義感も強く、優しいので、学年を超えて人気も人望も男女問わず高く、嫌う者はほとんどいませんでした。当時の中学校は管理主義教師が多く、それへの反感があったようです。本気で怒っている先生方の説得に毎日苦労が絶えず、非常に疲れたんですが、楽しい日々でした。日本社会の管理主義の根深さに気づかされ、対応する日々でしたが、異文化理解の素養と訓練のなさをどう克服できるかの学習と訓練の連続でした。これは日本語教育が直面し克服すべき深刻な問題の一つでした。で、次に他にもいろいろあるんですけども、高校に移った時の話をちょっと話します。その後県立高校に、国語教師として移動しましたが、県が中国に日本語教師を派遣するという事業を始め、さらに派遣先の大学の日本語教師を神奈川に1年間招聘し、日本語を学んでもらうという事業を行うというものでした。派遣は毎年中国の7大学に各2名ずつ、招聘は10から20人前後とのことでした。招聘、中国人の先生の招聘です。応募し、1984年に大連外国語学院、翌年遼寧大学に各1年計2年派遣されました。高校国語教師に日本語教育の素養のあるものは皆無に近く、覚悟を決めました。派遣はともかく、招聘は、まあ、派遣でもいろいろこう問題あったんですけれども、まあ、招聘については15名前後毎年来るわけで、教室型の一斉授業を毎日行う予定ということでした。中国人日本語専門家、中国人の日本語の専門家、それを相手とする授業のカリキュラム作りなど全く計画がなくて、ほとんど、全く皆無ですね。でもそれでこうやるというんで、ゼロのカリキュラム作り全部苦労しましたが、何人かでやったんですが、日本語の分かる人はあまりいないので、ほとんど私がやりました。ついでに言っておくと、大連外語
大連外国語学院に赴任した時には木村宗男先生がわざわざ訪ねてきてくれました。で翌日冬の深夜って言ってあの大連の北の方にある寒いところですが、そこで氷で滑って転ばれてという連絡を受けて慌てて見舞いに行きました。で、まあ、中国のことは、まあ、ともかくとして別個に譲ります。で帰国後の中国人日本人教師、中国人の日本語の教師の受け入れについて少しだけ触れます。帰国後、新赴任校の授業や公務の担当など、それの他に来日中国人教師用のカリフラム作りから、事業計画、講師手配などほぼ全て、準備せざるを得ませんでした。昔の大学の仲間の日本語勉強し、日本語の教師の養成なんかやってる仲間なんかも随分頼みました。いろんな無理やりお願いしてやってもらって手伝ってもらいました。もちろん数人で仕事の分担をしましたが、中国人教師たちの出身地、日本語学習歴、能力、適性、興味、年齢、文化大学名の見解など様々で、学習者のレベルも一応ではないので、これは大変でした。その上、中国派遣後の帰国日本人教師たちも派遣先が違えば、中国間も違うなど、カリキュラム編成も、つまり日本人側の共通理解も作るのも大変でした。でもまあそのことを通じて、教師は学習者によって育てられるという貴重な経験をしました。と、もうここで20分経ちました。この後協力者の話とか、それから鹿児島大学の話も、最後ですが、時間がありませんので、最後のまとめに移りたいと思います。今思うことということです。この数ヶ月、指示が多忙で失礼しておりました。会が10年の節目を迎えるので、表題のようなテーマで何か喋れと命を受け、やむを得ず日本語教育への入り口を示していただいた木村宗男先生から学んだことの私なりの実践の一部を紹介させていただきます。青年海外協力隊や鹿児島大学内のことなどは触れることもできず申し訳ございません。ただ今回の依頼を受けて、この会の設立当初からのこと、現在の情勢を考え直す時間をいただきました。解放も見返しましたが、初期の頃の解放には意欲とみずみずしい息吹が実践報告などの中にも感じ取れました。特に創刊号の佐久間会長の論文には、この会の目指す理想と方向性が無駄なく網羅されて提示されており、もう一度この佐久間論文の精神に立ち返るべきことを痛感しました。皆さんもぜひもう一度読み直してください。最近は応募論文の質も芳しくなく、業績作りが目的だと思えるものも増えました。論文投稿者が佐久間論文を読んでいるとは思えないものもあります。今後解放には迷子世話人か古い会員が交代で数編寄稿などをし、読む楽しみと水準を高める工夫なども必要かなと感じています。今回は日本語教育の多様性と実践活動の面白さとその効果の一端を木村宗男先生のお名前をお借りして少しだけ述べさせていただきました。目標及び提言として3点挙げたいと思います。1点は、現場学習者から学ぶべきものは大きい。でだから現場から学ぶ姿勢の重要さのを強調したいということが一つです。それから2番目は、先ほど申した佐久間論文を再確認してくださいということです。3番目、新たな展開により、さらに発展を目指す。コロナの影響もあって、今世界は変わりつつある予感があります。
楽しみながら頑張っていきたいと思っています。木村先生の名前をお借りしすみませんでした。と同時に木村先生に御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。もう本質に迫ったしんとくる内容だったんですが、皆さんに言いたいこととかを話すととてもとても時間がなくなってしまうと思いますので、次に移りたいと思います。次に佐久間さんの発表を聞いていただいた後で、ディスカッションの時間を設けたいと思います。それでは佐久間さん、発表の方よろしいでしょうか。私がちょっとミュートを今外しましたけど聞こえてますでしょうか。はい、はい、大丈夫です。先生、画面の方はこちらで大丈夫ですかね。画面を、いや、画面って今、まあ、顔を出してくださって構いません。あ、はい。そこにしたときにまたお願いしますので。あ、はい、わかりました。じゃあ、はい、よろしくお願いします。はい、画面の方必要なときおっしゃってください。はい、じゃあ、よろしくお願いします。今、僕の顔が映ってるんですか？はい、映ってる状態です。聞こえてます？聞こえてます。先生、電話鳴ってるかもしれないです。これは無視します。仕方がない。なんか小林さんがなんか気恥ずかしくなるようなことをおっしゃって、ちょっと最初からちょっと調子狂ったんですけれども、この学会が正式に発足して10年と、今思うことというタイトルですけども、まあ、思い出話的に思うことを話したら3時間でも30時間でも足りなくなると思います。今回は、古い話をちょっと枕にしまして、今後のこの課題の一つになりそうなことについて早口にしゃべりたいと思います。焦ってスピードが速くなると何言ってるか分かんなくなって単なる老害になりそうなんでちょっと心配ですけれども、今5時51分ですね。30分間ぐらいちょっと頑張ってみます。まずこの学会のですね、発足の時のことですけれども、こういう集まりが必要なんだということを、考え始めたのはもう20年ぐらい前だと思います。それでその後、JICA の協力隊の本部で、毎週文字通り机を一緒に並べていた技術顧問として、協力隊にいらしてた、今お話しくださった小林さんとそんな話をするようになりました。でそれでいろいろあって、海外日本教育学会、準備会ですか、さっき安倍さんが紹介してくださったその第1回がちょうど10年前だという、非常に懐かしいです。当時の例会というのは、例会を開いてもほぼ全員が世話人だったりするような、そういうような感じでした。なかなか準備会の離陸ができずに随分長く滑走してたような気がしています。ただその後離陸したように見えてもですね、なかなかその低空飛行は続いて、それほどなんか現地に、学会活動をしているというような感じではなかったんですけれども、まあ、それでもさっき報告に周囲説明にありましたけども、年に3回の例会を開き、そして、学会誌を年に2回出すというようなことを続けて、学会誌も11号ですか、さっき、聞きました。で、まあ、これも皆さんの関心やサポートのおかげだと思って、本当にありがたく思っております。この場を借りて感謝いたします。個人的に率直に本当に嬉しいです。嬉しさのついでにちょっとここで自慢話をします。
皆さんの中にもその会員が少なくないんじゃないかと思いますけれども、日本教育関係の学会の、日本教育学会から、昨年功労賞という、賞をいただきました。で、まあ、その前年に大会手続きを僕はしてますので、おかしいな、これなんか会費の未納かなんかが発覚したのかななんて思ったぐらい驚いたんですけれども、まあ今皆さんにここで申し上げたいのは、その受賞理由ですね、その賞をいただける理由の、中にですね、このミニ学会、海外日本教育学会のことが書かれていました、挙げられてました。それが非常に僕には嬉しかったということを皆さんにお伝えしたいと思いました。で、嬉しくなったついでにですね、ちょっとその受賞コメントにこんなふうに書いたということをちょっとご紹介したいんですけども、嬉しくなって受賞コメントにですね、この学会のことを、書いて指定された文字数を大幅に、オーバーしました。こんなふうに始めてます。50年間振り返ってすぐ胸がいっぱいになるのが、青年海外協力隊や国際交流基金から派遣された日本語教師の皆さんとの出会いです。海外で教え始めて挫折し、そこから貴重なものを見つけて全力で尽力している方々から学ぶことはあまりにも多く、楽しくて楽しくて仕方がありませんでした。これはですね、私の日本語教員人生っていうのはもうそれによって成り立っているというような感じがしてます。さっきも見てましたら懐かしい方々の顔が画面にこう出てきましてね、本当に僕はこういう海外で日本教育の中で必死になって活動している方々から学んだことがあまりにも多いなということを今も実感しています。そしてそのコメントにですね、こんなふうに書きました。学習者の数一つとっても、日本教育は海外が主で国内が重、このことは今後も変わらないはずですが、私たちは日本を日本教育の総本山のように感じてしまいがちです。そんな問題意識から始まったのが、やはり受賞理由で触れてくださったミニ学会、海外日本教育学会です。こういうふうに、コメントしました。それでですね、この海外が主なのが日本教育だという、まあ、私の口癖ですけれども、それを言い換えれば、日本教育っていうのは日本人が海外から貴重なものを多く学ぶことなんだ、まあ、小林さんもですね、よく日本教育ってのは日本人教育だよなんてことをよくおっしゃってたんで、ちょっとそんなことを思い出しました。で、さっき矢部さんが紹介してくださった設立主義書ですか、それ読むたびに僕は私が大切にしているようなことがですね、こうゴチックみたいにして浮き上がるんですね。例えばさっき矢部さんが説明してくださった通りですけども、一つが、学習者に寄り添った日本教育と、でもう一つ、平和な国際社会の構築につながる日本教育という、この2点。ただこの2つの点はですね、別に目新しいものじゃなくて、この50年間ほど外国語教授法の歴史でも反対する人の少ない指導理念の2つだと僕は思います。すなわち、学習者中心、もう一つは、学習者の精神面に配慮する。でこれは講義オーディオリンガル系の教授法が一般的だった時代にそれを乗り越えようとして出てきたというか登場したコミュニカティブアプローチや、それを代表とするいわゆるカッコつきの新教授法というものの特徴だと思います。で特にこの学習者に寄り添ったという設立推奨の言葉はまさに学習者中心ということであります。それから平和な国際社会の構築につながるというのは、これは経済発展のためとか技術革新のためという、その日本教育じゃなくて、まあ、それもあるでしょうけども、平和とか幸福とかそういうものを目指す、日本教育である。でこれは新教授法の精神面に配慮することにやっぱり
リンクするものだというふうに思います。今はどうか知りませんけども、一時大学とか政府関係機関で自己点検とか評価というものがすごく流行った時代がありました。で、この学会をですね、自己点検という形で振り返るならば、おそらくこの学習者に寄り添った日本教育を目指したかどうかとか、それから平和な国際社会の構築につながるような日本語教育を目指したかどうか、この点からやっぱり我々は自己点検をすることになるだろうと思います。今までやった研究例会、それから学会誌に載った論文やその他、でそういうものが、学習者に寄り添ったものであっただろうか、それから、平和な国際社会の構築につながるものであっただろうか、でこの辺がやっぱり自己点検のポイントになるだろうと思います。正直に言いますと、大変よくできましたという小学校の時にもらったスタンプはちょっと無理かなと、せいぜいよくできましたと、それから頑張りましょうという、そういうスタンプなのかなと思いました。さっき小林さんがですね、古い私にとっても大変大切な話をしてくださったので、ミニ学会の立ち上げに、遡るだけじゃなくて、ちょっと70年から80年タイムスリップをしてみたいと思います。時間があったら、小林さんのお話にあった木村宗男先生からいただいた100年近く前の骨董品のような本の表紙の写真なんかをちらっとお見せしたいなどと考えています。日本教育がですね、今日につながる形で本格化したのは戦後のことだと思います。日本教育の、教科書の源流に着目しています。ちょっと新井さんすいません、画面共有をお願いします。長年の大学で日本語教授の概論などをやるときにこのような資料を見せていました。中途半端なものですけれども画面共有します。この今出てますけれども、日本教育における日本における日本教育の源流というのは、まさに教科書の源流というふうにしてもいいんですけれども、この東京日本語学校俗称長沼スクールという、それと次にあります国際学友会、これは日本で高等教育を受けたりする留学生の予備教育ですね。そしてその3番目に、日本が戦後少し、回復してから、海外からの技術研修生を受ける、その時の、海外技術者研修協会という、これ昔の通産省の外郭団体と特殊法人と、そういうものですね。でそれぞれの教科書というのは皆さんよくご存知だと思いますけれども、一番の東京日本語学校の教科書は標準日本語特本という1950年、これ50年って書いてありますけど、これは長沼直江がもう戦前からやってて、アメリカで有名な ASTP 陸軍日本語学校なんかの教科書の一つとしても使われてます。それからアメリカ大使館での、日本語、教育にも使われてるから、結構ドラフトは早かったと思いますね。それから国際学友会のこれは、日本語の話し方という、そして日本語特本という本に入っていきます。留学生の、それから、海外留学研修協会の最初のテキストは日本語の基礎、この文法項目なんかの選択っていうか選び出しにですね、日本語教育、日本語研究だったら誰も知らない人がいないという寺村秀夫先生などが、関係していらっしゃるというのが大変不思議です。次のページの方にちょっと行ってよろしいでしょうか。写真があります。これが国際学友会じゃなくて、標準日本語という長沼の教科書、これは本です、これは紙です、これは鉛筆です。そんなで、そのもうちょっと下へ行ってください。こんな後でこれは共有して皆さんに、コピーができるようになると思いますので、ゆっくりご覧ください。これ一回見たら忘れられないような文が中には入ってます。次へ行ってください。で次がですね、今度はこれ国際学友会という留学生教育の一番最初の元祖ですね。でこれが日本語の話し方というローマ字で、これも私はちょっと見えません、私はルナですとかね、
出てますね。私はこれもやっぱり同じようなもの、次へ行ってください。これもその次が今度はいわゆる、みんなの日本語の元祖になるその次ですね、写真が出てきます。はい、これが日本語の基礎という、今のみんなの日本語の、最初のものです。これも私はリーですとか、あなたは頼むさんですかとか、そういうような、ものです。このようなですね、文というのは皆さん何か思い当たることがあるかなという思うのは、我々の世代ですと中学校の時に初めて英語を習う時の教科書ってのは大体こういうような文ですか。これは戦前に13年間も日本にいて文部省の顧問などをしていたハラルド・パーマーというような方の、そういうものの基本的な初級の文系ですね。これが、長沼はもちろん、国際学友会も、それからこの、海外技術者研修会協会のこれにも入っているという、そういうことです。でちょっと最後のページを見てください。この最後のページにですね、ちょっとチャートがあるんですけれども、はい、ここで全体が見えるわけじゃないでしょうね。このここに長沼があります、ここに学友会があります、ここに、日本語の基礎があります。でこの国際学、長沼の教科書をずっと来ます。で国際学友会はこれ鈴木忍先生という先生が主になって書いてらっしゃる。でこの先生の本はですね、その先生が東京外国大学の附属日本語学校に移った時 に日本語一という本としていうものにバージョンアップしてます。でそれがですね、僕が初めて中国行った時なんか、中国の大学の図書館にこれの海賊版と言っていいのかな、これが内容なんだけども日本語教科書として図書館に20冊ぐらいこう並んでたりしてました。でこれがですね、東京外大附属日本語学校のものだったんで、もっと一般的にとしたのが国際交流基金の日本語書法というのがありました。でこの日本語書法というのは、これも懐かしいと思っていらっしゃる先生が方がいらっしゃると思います。でここで申し上げたいのはですね、この長沼と学友会とこの、日本語の基礎、この辺の ほぼ同じ文系から始まるものはこのままずっと下に行きまして、ちょっと下の方に行きますと、これがみんなの日本語につながっていくんだけれども、これのですね、最大公約数的な学習項目といいますか、教授採目がその後の、日本語能力試験のシラバスになっていくことが重要です。つまりこのタイムスリップしますなんて言いましたけども、60年前のこの項目というものは今最もシェアのあるみんなの日本語と基本的に変わらないということ、恐ろしいことです。そしてこの時代の、学習項目のほぼ同じものがですね、そのまま日本語教育の物差しとして発展していくということも今日につながっている。ですからタイムスリップどころじゃなくて、それがそのまま、今日につながっているということが僕にとっては非常に重要なことに思われます。それじゃあもうこの画面共有を外しちゃってください。それであれからその40年50年経つわけですけれども、今どうなってるでしょうか。国内の学習者は25万人程度と言われてます。それから海外の学習者は400万人近いというふうに言われてます。まあ僕らみたいな、後期高齢者の日本教師と話をすれば、日本教育はこんなに盛んだと思わなかったねなんて言うんですけども、僕個人はですね、本当に新しくなったんだろうか。50年前に日本の国内の学習者を相手にそれを念頭に作った、シラバス教科書、それを今でも使ってるこの日本語教育の世界というのは本当に発展なんだろうかというような感じが、
僕は今すぐにでも真面目な自己点検が必要なんだろうというふうに思ってます。それでですね、50年前に、抗議直接法、抗議の新教授法の中で、多くの人が、これは反対しないというようなことが、さっき申し上げた学習者中心とか、学習者の精神面に配慮するということだったんですけれども、現実の今の日本語教育というのが本当に学習者中心なんだろうか、それから学習者の精神面に配慮してるんだろうかというようなことが、僕の一つの大きな問題意識の中心にあります。今日本教育の源流というふうな形で教科書と、教科書を遡ってみましたけれども、僕が今申し上げたいことはですね、今日の日本語教科書、日本教科書というのは道具ですね、ある意味では道具は、その源流が50年前に遡る。そして今日の試験、これ物差し、これもですね、切り取り方とか整理の仕方は変わってもですね、その源流は数十年前のものと基本的に変わらない。つまり新日本語の基礎からみんなの日本語が作られるときに、制作者が言ってます。内容は変えずに、一般向けの場面と一般向けの語彙にするというようなことは書かれてます。これはホームページなんかにも今でも出てますので、確認することができますけれども、そうしますとね、物差しも道具も基本的に50年間変わってないんですから、今の海外を含めた400万人近い学習者の学習者に寄り添ってるということが言えるんだろうかというのが僕の素朴な疑問です。この今申し上げた教科書道具ですね、から今ある試験、能力試験、物差しで、こういうものっていうのは、じゃあどんな学習者に寄り添って、作られたんだろうかっていうふうに考えますと、さっきから申し上げているように、長沼スクール、東京日本語学校に集まるような一般社会人の、割と社会的地位の高い方々、それから日本でこれから大学に入って専門学校に入って勉強しようとしている留学生、すぐに必要となるのは先生との話とかいうことなんでしょう。それから技術研修生で、こういう方々がこの今我々が今でも使っている、道具としての教科書や物差しを作るときに寄り添った人々ですね。で、そういう人たちに寄り添って作られた道具とか物差しが今でも使われているということがどういう意味を持つのかということですね。で、今でも25万人余りと言われている国内の日本語学習者、にとっての日本語とですね、400万人近いという海外の日本語学習者にとっての日本語というのは、日本語を教室の外ですぐ使うかどうかというようなことでも、だいぶ違いますけれども、学習動機なんかにおいても違いがたくさんあると思います。で、そうした条件がたくさんあるのに、そうしたものがある意味は無視されて、そして、ごく少数のですね、日本国内の学習者に寄り添って作られた道具である教科書と物差しである試験が今世界中でっていうか、定着しているという、これが私には非常に問題にしたいなと思うことに移るんですね。で、ちょっと話を、戻しますけれども、日本で作られたこの教科書道具、それから日本で作られた物差しというもの、この日本製の道具と物差しが海外の400万人近い学習者に与えられているとかもしれないという、大変不自然なというか、おかしさについて僕はちょっと注意すべきだなと思ってます。実はですね、この不自然さとかおかしさっていうのは、皮肉なことにというか、
不幸なことにといいますか、国内の日本語教育に関係している人々には実感されにくいんですね。これ実は非常に重要だと思います。繰り返します。あの数十年前からフルモデルチェンジをしたわけじゃない、学習あの教科書とか試験、その不適切性とかですね、欠陥に気づく有利な条件を持っているのは400万人近い学習者をに寄り添える特権を持っている海外の日本語教育関係者だということを申し上げたいです。誤解を恐れずに申し上げます。むしろあの国内の日本語教育だけに関わっている日本語教員は問題意識や研究条件などの面で限界があるとさえ思います。ハンディキャップがあると言ったら言い過ぎかもしれません。このようなこと、すなわち今日当然のように受け入れられている教科書や試験、まあ、試験というか能力試験ですね、根本的に再検討したり研究したりするのに国内の日本教育関係者は不利な条件というか困難というか障害を持っているとさえ言いたくなります。それはちょうど、まあ、変な話ですけど、受験生が受験参考書に何かこう赤シートっていうんですか、赤シートをこう載せると赤い文字が見えなくなるじゃないですか。あれと同じに感じられるんです。つまり国内だけでしかこうなんか国内で一生懸命考えて作られたシラバスと教科書と、そういうものの海外400万人の方々が楽しく勉強するときのことの不適切とかそういうものっていうのは、国内だけにいる人にはその赤いシートで赤いものを見るようなもので、ね、わからないと僕は思ってます。ですから海外の日本語教育にとって何が重要かって言ったときに、よく青年海外協力隊では発足から50年余り赴任するこれから出ていく青年たちに日本の物差しを当てはめちゃいけないってことを言うんですね。で、これを考えますと海外400万人の方々には僕は大変申し訳ないっていう気持ちがするんです。基本的に日本の物差しを当てはめてます。で、この辺のことの重大性っていうものを我々は放っといていいんだろうかっていうようなことを感じ、さっき協力隊の、派遣される出発する隊員に日本の物差しを当てはめていけないってことを言うって言いましたけども、80歳代までですね、途上国の農業指導に、本当に尽力していた中田昭一さんという人がいます。国際協力の新しい風なんていう新書が大変有名だったんですけども、この方はですね、口癖がありまして、現地の貧しい農民たちに買えないような日本の道具や、普通の農民たちが使えないような日本製の道具を使って生産を上げて指導するのはダメと言ってですね、これは非常に重要なことだと思います。で、400万人近いという海外の学習者の方々の動機はもう様々であるんですけれども、そのシェアナンバーワンが、の教科書がみんなの日本語であるとか、そして日本の物差しでものを考えていくというようなことを考えますと、何かこのロングセラーの日本の物差しと日本の道具というのを考える時期に来ているのかなと思います。ちょっと話を変えますけれども、このように日本製の物差しとか道具で仕事をする場合に、実際にさっき小林さんが言いましたけど、学習者が、どうなのかという、学習者が何を感じているのかということを考えたときに、学習者は本当はですよ、それほど快適ではないかもしれない、苦しいかもしれない、使い勝手が悪いと思ってるかもしれません、海外の日本語の先生も。で、これはですね、オーラルアプローチという、フリーズなど、皆さん習ったと思うんですけども、その、パートナーであったロバート・ラドーがですね、
まだオーラルのオーディオリンガルが全盛期だった時代だと思いますけど、1963年だと思います。ラドーがですね、11のこのスローガンといいますか指針というものをこう発表してんですね。でその11番目にこういうふうに書いてます。良薬は口に逃がしのことわざ通り、言語学習は楽しみを与えるよりも学習効率を上げることを第一とせよ。この言語学習は楽しみを与えるよりもってのはすごいと思うんですね。でこれはまさに今から 5,60 年前に日本に上陸した、新教授法の一つのあれが学習者中心で、もう一つが学習者の精神面に配慮する。でこれは精神面に配慮するってことはどういうかって言ったら、学習者に苦痛を、学習の苦痛を下げることは何だろうか、学習者を緊張させないのはどうしたらいいだろうか、それから習うことを楽しく感じてもらうのはどうしたらいいんだろうか、嬉しさ、幸せっていう、そこへ行くんですよね。でそういうことを考えますと、このオーディオリンガルの時代の自信にあふれたラドーの言葉ったら、その極端な、反対のものとして非常に面白いと思うんですね。でちょっとですね、もう少し、学習者の苦しみということについて考えてみたいと思うんですけども、皆さんご存知のようにですね、ほとんどの初級教科書は動詞が初めて提出されるのはマス形ですよね。これほとんど変わらないと思うんです。これはさっき紹介されした数十年前の源流としての教科書と基本現代まで変わってません。少し大げさに言うと、もう 99% の教科書はマス形かもしれません。じゃあどうしてマス形から始めることになったんでしょうか。それは、国内で日本語を学び、教室の外ですぐ使う外国人に寄り添ってデザインされたからじゃないでしょうか。例えば長沼スクールの学習者は大使館の会員とか軍の将校とか宣教師とかビジネスマン、また国際学友会の途上国からの留学生は、すぐに大学入って先生と話しなきゃいけない、マス系、デスマス系であるべきだったんでしょうね。ですから、これでまあ大体決まった。でここで決まっちゃったんですけども、これが一人歩きしたっていうと、業界の常識になって、試験という物差しの中身にもなってったという。僕はこれはもっともっと研究していいことじゃないかと。でクラッシェンの主張っていうのはあくまでも仮説ですから、反論も多くあります。ただですね、クラッシェンがこういうこと言ってますよね。学習、外国語として習う、言葉の習っていく順番、教師の側から言えば提出の順番というのは、最も効率のいいのは、母語話者が自然に言語を習う時の言葉の並べ方、習い方の順番とかなり重なるっていうことを言ってるんですね。で、これ仮説ですから、本当かどうか分かりません。でも経験的に見てると、なんかもしかしたらそうじゃないかなっていうふうに僕は思ってしまうんです。皆さんの中には日本語の母語話者が多いと思うんですけども、0歳から1歳の時は覚えてらっしゃらないでしょう、あんまりね。でもおそらくこれだけは覚えてるでしょう。 90% 以上のその教科書、業界の常識であるマス系から勉強の喋り始めたっていう人は多分皆さんいないんじゃないでしょうか。お母さんがに聞かれても、おじいさんに聞かれても、食べるって言われて食べますって答えたという人はいないんじゃないか。また社会的に成功した一族のゴッドファーザーみたいなおじいちゃんから、食べるとかって言われても、赤ちゃんはうんうんとか食べるだった。それが許されてたんですね。許されるんですね。この許されるとか許されてるってのは、実はこれやるとまた長くなるからやめますけども、非常に重要です。これってですね、4本足の動物は鹿とかキリンとかなんか生まれ落ちてすぐに歩き始めるでしょ。これ
感動的ですよね。だけど人間って歩き出すのに1年近くかかるじゃないですか。でこれをね、気力で早く歩け、キリンでも歩いてんだから、なんていうふうに皆さん考える人いないでしょ。でこれって、まあ、話し言葉だって1年近くなるまでああとかうーとか言って、ただじーっと大きな目で世の中見て、そして大人のあれを見て表情を見たりなんかして観察して、一生懸命仮説研修やってます、仮説研修課程やってますよね。でその時にですね、飲んだって聞かれようが、飲みましたかって聞かれようが、赤ちゃんは飲んだ、食べる、行く、行った、見る、そういうもんだと思います。でおそらく、まあ、クラシエンは日本語はできないでしょうけど、でもいろんな言語の学習者の母語習得の、様子を観察したんだと思うんですね。で赤ちゃんがですね、まあ、好奇心旺盛な時に実は一日も早く言語を獲得しなきゃいけないわけですね、彼らはね。でプライオリティのナンバーワンは何かって言ったら、必要とかね、欲求とかね、願望とか要求とか、そういうものを差し迫った動機ですよね。これによってできてる。ですからデスマスターなんかやってる場合じゃないんですよ。まず食べるとか行くとか、飲むとかですよね。行きたいとかね、食べたいとか、買ってとか、開けて、必要とか願望とか欲求があって、これはコミュニカティブアプローチなんかが登場した時のそういう欲求とか表現意図とかいうものとの関係と重なってくると思うんです。そしてこれがまあ一つの赤ちゃんが上手に言語を獲得する時の一つの重要な要素だと思います。でもう一つはですね、皆さん教えてらっしゃる方はもうなら当たり前だよと思う、連帯就職なんかが少しこう出てくると、文の構造とかその文の生成という意味でですね、獲得する時の合理性というようなことでプレイフォーム、つまり飲みましたじゃなくて飲むの方が便利だってことがあるんですね。でそういう意味でその一日も早く言語を獲得しなければいけない赤ちゃんにとって、脳の中に文法の仕組みをですね、文をどんどん無限の文を作り出すようなことが、必要になる赤ちゃんにとってですね、無駄は許されないんですよね。最も合理的で効率のいい学習をして文法を構築する必要がある。その時にマス系やってる暇はないんですね。もうその本当の中心にあるようなプレインフォーム、飲む、飲んだ、飲む、食べた、行く、行ったというような言葉がまずあって、まあ、待遇関係なんかに配慮してデスマス隊なんかでやってる場合じゃないんですね。でところがですね、 90% 以上の教科書でマスク A から勉強する外国人の場合どうでしょうか。食べます、飲みます、行きます、見ます、食べました、飲みました、行きましたっていうのを徹底的に教え、文系練習なんかで教え込まれます。何度もクイズで書かされます。日本教員はその定着のために全力を尽くします。しかしそのうちにですね、ある日突然食べますの他に食べるが出てきます。そして食べますものとか飲みましたものとか行きます時と見ました時なんていうとダメって言われます。この段階で意味的に同じなのに食べますと食べるの違いが十分に理解できる学習者はごく少数のはずです。多くの学習者がよく意味がわからないまま、せっかく定着させられたのに、今度は多くの学習者がプレイフォームですか、飲みましたに対して飲んだ、飲みますに対して飲む、この練習をさせられるんですね。先生すいません、時間の方がですね、あと結構迫ってますので、すいません、はい、申し訳ないんですけど、そろそろ まとめていただけると、はい、プレイフォームというのをですね、やらされる。でこれってね、非常に僕は今まで見てて難しいんですよね。優しくないですよ。で飲みます、飲む、食べました、食べました、食べる、食べた。でこれですね、これも徹底的な文系練習をさせられる。これはですね、僕はまるで
学習者を見てまして、宇宙船がですね、地球に帰還するときに大気圏突入するときに燃え尽きてしまうような危機にこれに近いものを感じるんです。で、僕はですね、もしかしたらこの70年から80年前に現れたこのボタンのかけ違い、これがですね、プロの日本教師の常識のない、そして業界のスタンダードになっているのかもしれないと思ったりします。マス系を共有されることで多くの学習者は回り道をさせられているかもしれない。学習のエネルギーや時間のロスがあるかもしれない。そんなことです。で、このことがですね、一つの枠だと言っちゃいけませんけど、皆さん、さっき吉田編集長がですね、ちょっとディスカッションというのがあります。で、この最新号の第11号のディスカッションというのに、皆さんはお読みになったかもしれませんけれども、シンガポールで発信してそれが出てきたニューシステムの日本語教育というのを紹介されています。これはマス系デスマス体だけで初級を始めてません。それからあえて僕が取り上げるのは学習者に寄り添ってるというようなことで非常に今までにないものがあるなという、皆さんぜひお読みいただきたいと思います。これで終わりにしたいんですけれども、飛躍して終わりにというところでちょっとですね、画面共有でちらっとだけお見せしたいものがあります。画面共有の資料の2にですね、ちょっと後でこれはゆっくり見ていただければいいんですけれども、その1として世話人の荒川さんがですね、本学会の例会で発表してした時の事前資料の一部です。これはぜひお読みいただきたいと思います。先生、この資料、ごめんなさい、この資料今シェアしちゃっても大丈夫ですか？これって後で別にホームページかなんかにアップすれば皆さんがお読みになれるんでしょ？もうできますけど、今この状態でみんなにファイルを上げることもできます。後でお読みください。それからあと2番目にありますのはですね、やっぱり世話人の内山さんがスーダンを離れるときにですね、学生から送られたビデオレターのさよなら会かなんかのものを僕見せていただいたんだけども、これ記憶ですから本当にこうじゃない、たどたどしい日本語でこんなふうに言ってるんです。先生っていうかね、日本語上手になりませんでした、先生ごめんなさい、でも人生が好きになりました。僕、日本教師がね、海外で日本語を教えててね、どんな褒め言葉やお礼の言葉よりもこんなに嬉しいことはないだろうと思います。それから3番目、世話人の宇沢さんがですね、スーダン日本語チャンネルで、この動画を見た大学生の感想です。YouTube でスーダン日本語チャンネルを見たときに、何より動画の中の学習者たちがとても嬉しそうで見えた。なぜこんなに楽しそうな見えたのか。きっとそれは学習する仲間がいるからかもしれない。そして同時に、受験や資格のためだけに必死で英語を勉強してきた自分が損をしたような気がした。こんな大学生がこんなことを言ってます。で、これからの日本教育について僕はぜひこういうことを参考に考えていただきたいというのが、僕からのお願いなんですけれども、それは一つはですね、この50年前からずっとバカの一つ覚えみたいに我々が言っているような学習者の精神とか学習者の精神面、楽しさとか喜びとか、僕はね、こういうことをどうやって実現していくかが重要だと思うんですね。これはある種のエンパワーメントだというふうに思います。こんなところで私のお話は終わりますけれども、資料3のですね、後でこれもシェアしていただきますけれども、一番最後にですね、木村宗男先生が私にくださった100年前の骨董品みたいなね、教科書があるんです。明治28年に、交換されたものです。これは明治28年でどんな年かって言ったら、日清戦争が終わって日清講和条約が結ばれた時です。そして同時に台湾に台湾総督が、設けられた時、その木村先生がくださった本は、その年にですね、台湾総督府が日本語教育についての冊子なんですね。これもシェアしますから、その表紙とかなんかをご覧いただけたら、ありがたいと思います。大急ぎで
お話をしましたけれども、これはあの後で、あのご覧になれるような資料、まあ、あのちょっと読んでいただきたい。そしてあのあまりにも大急ぎでお話したんで、変なことだなとか、ちょっとおかしいぞっていうようなことがありましたら、またあの違った方法でメールとか、そういうもので何か意見なり、批判なり、質問なりをしてくださったら、できる範囲で、私もそれに反応したいと思います。あの時間が過ぎました。あの、早口であっち行ったりこっち行ったりで、まさに老害ですけれども、あの一応これで私のお話を終わりたいと思います。どうぞ。失礼いたしました。ありがとうございました。すいません、あの質疑応答の時間が5分になってしまったんですけど、6時40分までなので、先ほど の, あの小林さんと佐久間さんの発表、とてもあのなんかこう言葉を習うというか、覚える本質みたいなものに迫ったあの発表だったと思いますが、どなたか、ご意見や質問等ある方は、チャットか、手を挙げるかをしていただければと思うんですが、それか、まあ、あのそのままあのマイクではいとあのお話しいただいても大丈夫です。そうですね、私もあの言葉にならないというか、あの今までこう日本語をどういうふうに教えたらあの教室活動がうまくいくかとか、あのこうしたらあの楽しくできたっていうものの、もっと俯瞰したというか、もっと人間 の, あの本質に迫った発表だと思いました。まあ、せっかくの機会ですので、どなたか。こんにちは。あ、はい、じゃあアルゼンチンからできています。はい、ここに国際学友会の本がありました。それだけあります。それ今でも使われてるわけではないんですよね。あ、いえいえ、歴史的に あったので、あので取っておいてるだけですけど、あのやっぱりこちらも一番最初はこれを使っていたみたいです。そうですね、懐かしいですね。はい、日本語読本ね。はい、それだけをお見せしたかったんです。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントはお話伺えてよかった、本当によかったです。感極まりました。佐久間さん、小林さん、ありがとうございました。引き続き仕事を続けて、上での引き続き仕事を続けていく上での、いろいろな示唆に富んだお話で感動しました、うん、ということでしたか。どうでしょうか。どなたか、あと1人か2人か、感想でも結構ですか。どうぞ。少し質問してもよろしいですか。はい、はい、どうぞ。はじめまして、あのマレーシアから来ているハキムと申します。あのとてもあの、貴重なお時間、お話をいただけたことを本当にありがとうございました。で、あの、先ほどあのみんなの日本語の教科書がどのようにまあ、できたかという歴史的な話もあの聞くことができて、とても貴重な情報をいただくことができたんですが、あの私が一点あの気になるのは、例えば今、多分世界的に問題になっているコロナの問題があるんですが、あの多分コロナ禍の問題によって、
いろいろなところで日本語教育にも支障影響が出ていると思うんですね。でこうした環境の変化によって今後新たな日本語の教科書が作られるということは先生方々からの見解を見てあり得るようなことなのかどうかということだけちょっと一点何か言葉をいただけたらと思います。ありがとうございます。どうでしょうか、佐久間さん。あ、ミュートになってます。先生、佐久間さんミュートです。あ、はい、はい、作られるかどうかじゃなくてもうすぐにでも海外からというか作んなきゃいけないだろうと。というのは海外の方々がこの今の教科書でいいと思ってらっしゃるはずはないと思うんですね、本当は。でも物差しっていうかな、いろんなものがこれで決められちゃってるからとかってのがあります。ですから青年海外協力隊やそれから日系関係の若い先生たちがですね、もっと違うものをやりたいんだけどっていうけども、大使館の文化担当官とか、それから国際交流圏の専門家とか、それからいろんな人たちがですね、いや能力試験があるからこれに従ってやってください、この方が有利ですよとかって。ですから協力隊員なんかが昔ハンガリーとかポーランドとかそういうマレーシアもそうでしたけども、ハンガリー、ブルガリア、そういうところで中等教育で初めて日本語を始めるときでも一番無難なのは、当時日本語処方というのは学友会の系列の、さっき申し上げた学友会の系列の日本語処方が無難ですから、それで行ってくる。で、12、3歳の子どもたちに、ね、日本語処方っていう教科書っていうのは決して心ときめかないですよ。で、それで協力隊の青年たちは教えさせられてたわけで、ね、変な言い方ですけど、同じ現実は今あるんだけども、なんかそれが見えなくなってるという、なんかさっきの赤いシートみたいな感じがするんですね。なんか平和の守りっていうか、なんかすごくこう平和ボケしてるんじゃないかという、ちょっときつい言葉ですけども、今は本当に学習者中心なのかどうかってもう一回考えてみたらどうでしょう。皆さんが自分に与えられてる学習者が本当に喜ぶようなトピックで喜ぶような内容の教科書を使ってないだろうか、使ってるだろうか。でこれ早稲田にいらした細川さんなんかが今でもホームページにありますけども、みんなの日本語症候群という文章があります。これみんなの日本語使ってると楽なんですよね。いろんな教材があるし、であんまり努力しなくてもいいわけです。そしてそれでやってればなんとなくこう大丈夫って。で僕こういうふうにやってたら日本語教師はみんな細川さんじゃないけど堕落すると思います。自分の頭で考えない、手抜きをする、一番楽なんですね。でもし海外の日本教育、国内の日本教育も同じですけども、私たちがみんな手抜きをしてったらね、日本教育の将来なんかないですよ。なんかみんななんかこうのんびりしてね、楽な商売になっちゃう。僕はそうじゃなくて本当に50年前の学習者に寄り添うとか、学習者の精神面、幸せとか平和とか喜びに関係する寄与するっていうか、それを実現するための教科書なのかどうかって、今の教科書を見てったらそんなはずはないって思うのが僕は普通じゃないかなと。ですからすぐにでも新しい教材や新しいシラバスや学習者に本当に寄り添った学習者のためのものを私たちが努力を始めたらいいのかなと僕は思います。すいません、長くなっちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっともう3分ほどお時間がもう過ぎてしまったので、他に質問や感想はアンケートの方でしていただければと思います。そうですね。私が個人的にですね、今息子がちょうど言葉を話し始めたところで、食べたいとか、これ開けてとか、いきなり日本語教育では難しいと言われる手形から開けてとかっていうふうにやってるのをちょっと思ったりして、この言葉を
こう覚えていくっていうこと自体は本当は楽しくコミュニケーションするものなんですけど、それをこう物差しで当てはめたりとか、こう日本の考え方で当てなんかこう評価しちゃうっていうのはどういうものいいのだろうかっていうことをとても考えさせられるようなあの内容だったと思います。小林先生、最後何かありますか？コメントやあの何か言いたいこと大丈夫ですか、ね、聞いてないかな。ではあの時間になってしまったので、皆さん、発表者の新井さん、新井さん、はい、すみません、今新井さんのね言葉ちょっと、はい、ちょっと一言言いたいんだけども、はい、そのお子さんがね開けてとかね、はい、飲むとかそういう、はい、まあ、プレインフォームで言うわけでしょ、提携とかね、はい、だけどこれはすぐに使っててその場でいいからというだけの理由じゃなくて、はい、次に連帯就職とかなんか行くときにすごく合理的にいいパーツで勝負してるんですよね。そうですね、はい、これがすごいんだと思います。ですから多くの400万人の学習者たちはマス系という形で入れられて、マス系だとすぐに連帯就職もできないし、積もりもできないし、こともできないし、時もできない、こういう非常に不自由なもののパーツを最初に与えられて、それを一回忘れろと言って、プレイフォームのまた文献練習させられて、ものすごくなんかね、不幸な回り道をこの50年間続けられているんじゃないかなというのが僕の今日の非常に重要な、皆さんに研究していただきたいし、実践からどんどん上げていただきたいディスカッションの材料なんですね。ごめんなさい、すいません、5分ほどお時間をオーバーしてしまいましたが、今日の、研究会はこれで終わりたいと思います。最後に、発表者の方に拍手の方をお願いします。これで研究会を終わりたいと思います。あ、すみません、事務局から1点だけ、はい、チャットボックスの方にリンクを送ったんですが、本日の研究例会に関するアンケートにご協力をよろしくお願いいたします。以上です。はい、じゃあすいませんが、今日はありがとうございました。